今週のセレチューブは西川選手と瀬古選手、そして公認セレオのローランド様によるトークショーをお届け。緊張するね。純が面白いですよ。すごい。いや、純くん絶対あんま喋らないタイプだろうな。結構コナン君とかなんで生きてんのかなとか思いつつ負けたくないみたいな、絶対負けないみたいな気持ちは。さあ、ということで、まあ、今回のこのトークショーなんですけれども、まずタイトルが、はい、ザ・ローランドショーということで、これローランドさんの公式 YouTube チャンネルの YouTube のタイトルなんですよ、うん、それそのまま来たんで。そうなんです、はい、ローランドショーっていうところがなんかローランドさんっぽいなと思ったんですけど、まあ、一個の人生はもう一個のショーだよみたいなことを言っているので、そういう意味を込めてあのザ・ローランドショーっていうタイトルにさせてもらいましたけども、今日はこのショータイム、はい、しっかりね楽しんで盛り上げていきたいと思います。今回こちらローランドさんからのご指名ということなんですよね。西川選手はあの僕レフティの選手がすごくあの個人的には好きで、ルーキーということで、まあ、ちょっと若手に頑張ってほしいなっていう気持ちも込めて、あとはその生え抜きの、僕生え抜きのセンターバックがめっちゃ好きで、プジョルとかマルディーニとかやっぱあの辺がいるとクラブ盛り上がるじゃないですか、はい、だから将来のこうキャプテン候補というかバンディエラというか、そういう期待も込めてちょっと2人呼んじゃいました。あ、嬉しいです。嬉しすぎる。瀬古選手はローランドさん男前やしかっこいいんで、そのあたりも聞きたいっていう。ちょ、聞こえたけどもう一回だけ言ってもらっていいですか。なんでしたっけ。男前やし、はいはいはい、かっこいいんで。大人の扱い方がうまいんだから本当にもうこの年にして。場が盛り上がってきたところで早速トークへ。お題が書かれたカードを引き、そのテーマについて語ってもらいました。まずはユースと、高校サッカーの違いというテーマなんですけども、うん、俺提供だったからやっぱり上下関係でかな、一個上の人でもさん付けだったりとか、ユースだったらねちょっと組んでいけたりとかね、うん、全然いけますね、ありますよね。あとは練習の厳しさとかも、うん、なんか投稿はどうだったの、結構厳しかった。厳しかったですね。でも上下関係は正直言って、あんまりなかったんだ。昔ほどは多分ないんですけど、はいはいはい、夏合宿とか、あ、夏合宿は4ブレンとか4ブレン朝早朝やって、朝5時半ぐらいに起きて6時ぐらいに走ってご飯食べて午前練、午後練で夜にまた。ユースの夏合宿逆にどんな感じなのかすごい気になる。なんか夏合宿というか、夏に俺ら大会とかあるんですよ、うん、なんかそういう走り込みの合宿とか特なんか、うわ、なんかないっすね。悔しい、なんかあんだけ走ってプロになれなかった身からするとなんか悔しいな。もう提供とかは、うん、とりあえずボール持たずに砂浜に行って、砂浜をひたすら走るみたいな、そういう合宿があったんですよ。まずボールは触れない、ボール持ってかないんですよ合宿なのに、これ何で磨くんだろうねとかみんなで言いながら、うん、とりあえず走るかみたいな感じでいろんな大会で、うん、あの交代連 VS ユースっていうカードってすごい盛り上がるじゃないですか、うんうん、もう交代連はねやっぱユースとやるときは、でもなんか夏合宿明けとか特にもうこんな練習してんだからユース負けたくないみたいな、絶対負けないみたいな気持ちはあもう絶対ある、ね、しかも俺は坊主だったからユースのやつがなんか私服で試合場に来たりするんですよ絶対あんなやつに負けねえと思いながら、やっぱベルディとかにボコボコにされてなんで生きてんのかなとか思う時とかもあって悔しかったんですけど。続いてのテーマは幼稚園保育園時代の将来の夢。結構コナン君とか、コナン、はい、アニメのアニメのコナン君を初めてマジか、そうきたか。サッカーを、それを見てサッカー始めたんですけど、それもあって、あのなんかボール蹴ってるのめっちゃかっこいいじゃないですか、あんなんで人を倒せんねやみたいな、ボールとか言って、そっからそっち、はい、そっちからですね。コナン君にめっちゃ感謝だな、じゃあセレサポは。そうですよ、ほんまに。えで、あんな頭もいいし頭良くなりたいなと思ってたんですけど、はい、まあこういう感じに。そうですね、だって勉強めっちゃ苦手って、はい、もう勉強できないです西川選手は将来、これなんだろう、でもコナン君とかのアンパンマンですかね。アンパンマンとか。アンパンマン。になりたかった。めっちゃ好きでした。かわいいな。かわいい。じゃアンパンチ繰り出すんですか。アンパンチ繰り出します。アンパンチ。サッカー選手夢ってなったのはもうちょっと後なんですか。もうちょっと後ですね、僕は。うん、じゃあ慣れるなって確信したのってどれぐらいなんですか。中2、中3ぐらいですか。早い。
まあでも世代別入ってたりとかしたらもう俺いけるなっていう感じは、まあ、自信はありました。西川選手は僕も中2、中3、ね、もうこれいけんなみたいな。いけるな。てかさ、あれさ、クラブユースでやったよな試合。試合やったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですか。で、実際対戦してるんだ。で、多分こいつ途中から出てきて2点ぶち込まれて負けてるんですよ俺ら。へえ。そうなんだ。それまで結構そんな有名な方ではなかったんですけど、その試合で結構ブレイクした感がありました。あ、じゃあセレスときっかけの。俺も全然知らなくてそれまで。で、え、西川純あーっと思って、俺らが負けた時に決められた人やと。じゃ結局マリノスがその時は勝って。そうです。あ、そうなんだ。セレス入る運命だったのかもしれない。ね、そうですね。続いてはズームでつながっているファンからの質問。ローランドさんにまさかの質問が飛び出しました。ですね、はい、ローランド様のお店に、はい、今すぐにでも使えそうなセレッソの中野選手って誰ですか？使えそうな選手。お店に何だろうな、お店、うん、あ、ロティーナかな、やっぱり。あ、まさかの売れそう、めっちゃ監督監督。それはどういったところが、なんか落ち着きがやっぱりね、うん、あの女性って結構年上の落ち着いた男性好きじゃないですか、うん、めっちゃダンディーな。デートとかも結構なんか渋い、なんかちょっとおしゃれなバーとか連れてって、うん、シガーとか吸いながらこう色っぽいことを言ってくれそうじゃないですか。確かにロティーナはね、売れますよローランドさんのお店では、ああいったダンディーな感じの、ダンディー、しかも知的だしね、やっぱりね。そうそうそう、かっこいい、やっぱいろんな経験がありそうな、うん、大丈夫ですか？ありがとうございます。ありがとうございました。続いて瀬古選手からローランドさんへ逆質問。今回のトークショーでどうしても聞きたいことがあったんです。まあ僕まだ若いじゃないですか、僕2人とも、はいはい、で、まあローランドさんも今27歳ですか。27ですね、うん、で若くして成功されてるじゃないですか。で、その成功させるための何て言うの、ヒントというか。ヒント、うん、なるほど、成功するヒントか、うん、あ、まあこれは結構僕が起業するときに、あの、もう知識も何もないまま起業して、うん、僕最初の、まあ、事業投資に普通じゃありえないぐらいのコストをかけたんですよ。そしたら周りの経営者たちはもう本当馬鹿げてると、絶対に採算取れないからやめた方がいいみたいなこと言ってすごい笑われたんですけど、初期コストをかけたおかげでそれが結構受けて結局繁盛したんですよ。で、つまり何が言いたいかというと、なんか知らないとか無知って結構ネガティブな意味で捉えられるじゃないですか。でもそれって俺一個のめちゃくちゃ武器だと思ってて、知ってたら、今考えたらもう確かにナンセンスすぎてそんなコストかけられないんですよ、怖くて。でも知らなかったら怖くないからできるじゃないですか。だから今ルーキーっていい意味で無知だと思うんですよね。サポーターがどれだけ批判されるのかとか、あとは怪我に対しての怖さ、恐怖だったりとか、あとは、まあ、年々こう経験積み重ねていけば、もしじゃあ例えば前年度 MVP とかになればめちゃくちゃマークされるしとか、そういう怖さが全くない状態で、それはもうなんかいろいろ知りすぎなくてもいいなっていう、なんか無知である状態って俺はもう最強だと思ってて、まあそのままもう身の丈とかをもうずっと知らずに行ってほしいなっていう、知らないことは武器だよっていう、うん、そういうことをちょっと胸に秘めて、今もう自分は最強の状態なんだっていう、そういう気持ちでやってほしいなと思います。どうですか瀬古選手？いや、もうじゃあもうこのままいきます。このまま、このまま突っ走ります。知らないぐらいでちょうどいいっていう。そして最後のテーマはこれ。家族です。おお、一番いい、最後でよかった。うわ、最後でよかったよ。素晴らしい、生え抜きが言うからもうなんか意味合いが違う本当に、自分がいるべき場所です。おお、哲学的、哲学的、哲学的、10代とは思えない、ね、それでは、はい、ローランドさんにとって、はい、セレッソ大阪とは。セレッソ大阪とは、前置きをさせてください。僕はあの現代ホスト界のテオと呼ばれてるじゃないですか。だからセレッソ大阪は、日本サッカー界の、テオです。やっやっ、 J1 でも優勝するような、うん、ACL も取って取って、クラブワールドカップ取って、うん、現代フットボール界の帝王になりましょう、みんなで。縁起がいい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？いや、
人生で困ったらローランドさんに相談しよう。成功する秘訣をいただきました。このままでいけと。もう大人にならなくていいと思う。いろいろなことを学べました。これからもセレッソ大阪のことをよろしくお願いします。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。